KOFU-FM 2.4 Air G わやしたっけ生ラメっぽい土産子ギャルは生ラメンコイ土産子ラジオ。エアジー FM 北海道をお聞きの皆さん、こんばんは。毎週木曜日ここからのお時間は、ドサンコギャルは生ラメンコイドサコイラジオ。テレビアニメドサンコギャルは生ラメンコイの作品の舞台であるここ北海道にある FM ラジオ局エアジーから、道民あるあるや小ネタが散りばめられた本作の魅力を、出演キャストや関係スタッフの裏話などを交え、作品の魅力そして北海道の魅力とともに番組から発信していきます。始まりました。はい。ちなみにどさこいラジオのパーソナリティは毎週出演キャストが週替わりで担当していきます。先週はどさこいの世界を音楽で盛り上げ彩ってくださっている劇伴音楽を担当する高尾宗之助さんが担当でした。作品作りにおいての裏話をお話しいただいた貴重な回でしたね。そして高尾さんといえばなんですけれど、妹さん高尾かのんさん、めちゃくちゃお世話になっているんですよ。私今期もね、ちょっとギャルはしてないんですけれど、ちょっとご一緒させていただいてて、いやー、お兄様にも妹様にもお世話になっております。そんな素敵なパーソナリティのバトンを受け取ってしまった。うわ、ちゃんとうまく次につなげられるかしら、頑張りますねって言いながら、私まだ自己紹介してない。おーい、今週担当させていただくのは、どさこいでは秋のさゆり役を務めさせていただいております花森ゆみりが担当いたします。何卒よろしくお願いいたします。さて皆さん、今週は4話が放送されましたね。いや、見てくれましたか？4話を見てくださっているということは、3話のさゆりちゃん登場回も見てくれたんじゃないかな。さゆりちゃん可愛いですよね。3話の台本いただいて、こんなになんか純白なキュンキュンが詰まってる、こんな素敵な話なんだって言って、こう、ちょうどあのアフレコしてた現場が今ラジオを撮ってるスタジオなんですけれど、いや、すごい縁ですよね。そう、このいつもだったらアフレコで使わせていただいている場所で撮っているんですけれど、ここ持ってきて、でさゆりちゃんやって、さゆりちゃんめちゃくちゃ可愛い、こんな恋をみなみさんともしてるんですかっていう話をしたら、いや、もうちょっとめんこいの方向が違うんだよっていう話をして、ま、漫画でもね、こう読んでいましたけれど、なんか、どんな感じだったの一体、絵作りって思いながら、私も完成を見て、ああ、これは生ラメン恋ですね、ギャルって思いながらそう、楽しく1話2話を見させていただいておりました。いや、そんなこんなでね、なんかこうやっぱり、ま、北見という大地で、なんか一見汗とは無縁そうに思えるけれど、実はみんな厚着をしてるからすごい汗かいちゃうんだよっていう、そんなね、女の子らしい生ラメン濃い悩みのお話とかが出てきて、個人的にはもう全部雪のせいじゃんって思いながらいや、もう楽しませていただきましたよ。で、あともう一個私の中でいや、今回のギャルのなんだろう、タイプ別ギャル、もうドストレートギャルがみなみちゃんじゃないですか。で、清楚系黒髪ギャルってさゆりちゃん言われてるじゃないですか。清楚とギャルって両立するんだっていう話をしてたんですよ。神の声聞こえてきましたね。清楚系は黒タイツが大事なんですって。まあ、黒タイツ欠かせないよねって思ってたら、ティザービジュアル見るとさ、生足魅惑のギャルたちがね、傍らにいるんですよ、両傍らにね。なんかでも分かんない、 JK の時確かに2月とかすごい雪降ってる時も、私も確かになんかどちらかというとタイツ派だったけど、ソックスの時期もあったかもしれないって思って、なんかずっとソックスの子に寒くないのって聞いたら、
なんかもう多分細胞が壊死してるかもみたいなちょっとね本編から脱線しながらギャルの話をしていっちゃいました。ということで、ぜひぜひ今週のテレビアニメの感想などもダサコイラジオの方へ送ってください。ちなみにこの番組ではハッシュタグ私のドサコイと題して番組共通のメッセージテーマを募集中です。あなたが北海道で好きな人、場所、物など北海道に恋していることを番組パーソナリティに教えてください。もちろんあなたがドサコイ本編で好きな場面や推しキャラでも全然全然 OK ですよ。ハッシュタグドサコイラジオにてどんどん参加してきてください。メッセージの応募はエアジーのホームページの応募フォームまたは X からハッシュタグドサコイラジオをつけて参加してください。ひらがなでドサコイ、カタカナでラジオでシャープドサコイラジオです。よろしくお願いします。それでは今日も最後までなまら楽しんでいってください。君の笑顔はまるで太陽。エアジー FM 北海道からお送りしているドサンコギャルはなまらめんこいドサコイラジオ、今週の週替わりパーソナリティは秋のさゆり役花森ゆみりがお送りしております。さて今週もアニメの感想や私たちパーソナリティにたくさん質問が届いているんですが、まずは先週パーソナリティを担当してくださった高尾宗之助さんから私へ質問が届いているとのことで、なんだって、どうしよう、お兄様大丈夫でしょうか、聞いてみます。じゃあ高尾さんお願いします。次週担当は花森ゆみりさんということで、北海道グルメを食べるならどさこいのどのキャラと食べてみたいですか、です。いやー、これね、なるほどね。私これ結構一択なんですけれど、私みなみちゃんと食べたいっていうか、みなみちゃんと歩いていろんなもん食べたいんですよね。っていうのも、いやきっと私、ま、なおと年のものもあると思うんですけれど、ほら食べればつくじゃないですか食べればつくじゃないですか、こう食べたいけどそうね、カロリーが気になっちゃうお年頃じゃないですか。でもそんな時に動けばいいんだよとか、後日会った時に私も太っちゃったみたいなことを言ってくれたら、なんかもういくらでも食べれる気がしませんそれがダメなんだよっていや逆に、いやどうしよう、なんか多分痩せたい時に一緒に行ったらいいと思うのは多分ね、レナ先輩なんじゃないかなって思います。レナ先輩はそんなに食べたら太っちゃいますよ、400キロカロリーオーバーですよってきっと一件ごとにナレーションしてくれるから辛いですね、物がだんだん食べられなくなっちゃいそうだ、はいなんでダメなキャラといいキャラどっちも言っちゃったじゃん。でも2人とも大好きだから2人ともデートしたいです。はい、どうでしょうかリスナーの皆さん、ご飯誰と出かけたいですか。よかったらじゃあね、次回のパーソナリティさんのところにお手紙送ってください。ということで今週もリスナーの皆さんからメッセージがたくさん届いているので紹介していきましょう。ラジオネームいつきさんからいただきました、ありがとうございます。どさこいキャスト関係スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。毎週アニメもラジオもチェックさせていただいております、ありがとうございます。私も北海道出身ですが、あら、学生時代にこんなにも魅力がある金髪、黒髪、素敵なギャルに囲まれていたら高校生活がどれだけ楽しかったことかわらすみません脱線しました、面白出演キャストの皆さんの北海道の思い出も聞きたいですが、学生時代にクラスにはギャルはいましたか。世代によって常に進化をしているギャル文化、もしよければどんなギャルと学生時代過ごしたか教えてください。それではこれからもどさこい楽しませていただきます、ということでありがとうございます。北海道の思い出は多分ね、4年くらい前に行った小樽のあのアニメイベントで、あの鈴木愛菜さんとラジオでちょっとお邪魔しました。高6の方で
そうアイナさん のご家族が経営されているあのご飯屋さん洋食屋さんかなにお邪魔して食べたオムライスが本当に美味しかったですっていう思い出と、学生時代にクラスにギャルはいましたか？私はその女子テニス部にいたことがあるんですけれど、多分あそこはみんなギャルだったんじゃないかなって思ってます。なんか更衣室でみんなでお弁当を囲んで食べるのはギャルなんですかね。場を掌握してる感じギャルなのかギャルに対しての印象とはなんだろう、なんだろう。でもギャルはみんな強いから、マインドが強いから、なんか一緒にいると勇気が出ますよね。これもなんかちゃんと意見として言ってみようって私もなれる、そんな人たちだった気がしますね。なんだろう、集まるとマインドが強くなるなんかすごいね、魔法みたいだねはい、ということで続いては番組共通のメッセージテーマ、私のドサコイにもたくさんメッセージが届いているみたいなので紹介していきます。ラジオネーム G12 さんからいただきました。はじめまして。僕は生まれてから現在までずっと北見市に住んでいます。あら、あれ、聖地巡礼されるなのでドサコイ毎回楽しみに見ています。やったぜ。さてこの前の放送では焼きそば弁当が登場しましたね。そうです、焼きそば弁当いいよね。さて今回ハッシュタグ私のドサコイとして取り上げたいものはリボンナポリンとガラナです。いや有名よな。炭酸飲料が好きな僕なんですが、コーラと並んでこの2つは特に大好物。北海道ではおなじみの飲み物なので試してみる価値はあると思います。ぜひ皆さんも飲んでみてくださいってあるんですけれど、私リボンナポリンもあのガラナも飲んだことあります。リボンナポリンの方が私は好きだったかな。ガラナはなんかコーラのもうちょっと香りを強くした感じがするので、いやでもこれ多分ガラナはハマったらガラナしか飲めなくなってしまう魅力があると思います。いやなんか皆さんのメッセージ読んでるとやっぱ北海道ね行きたくなっちゃう。ていうか北海道に出身だった人と住んでる人がめちゃくちゃメール送ってきてくれてるんですね。ありがとうございます。生来きてーですよそれじゃあ北海道気分が上がってきたところで続いてはこちらのコーナー行きましょう。ドサコイプレゼンツ週刊キュン通信。ここからのお時間はレギュラーコーナードサコイプレゼンツ週刊キュン通信。このコーナーでは毎週ドサコイの舞台でもある北海道に関わることを中心にドサコイラジオチームが心にキュンとくる気になる話題を毎週ピックアップし紹介していきます。このコーナーを通してリスナーさんはもちろん番組パーソナリティを務める我々も北海道の魅力を知り学んでいくコーナーです。さてさて今週ピックアップしていくのはドサコイの舞台でもある北見にていよいよ来週開催される真冬の名物北見玄関の焼肉祭りを紹介します。でちなみに音だけ聞くとみんな庭先であの焼肉するんかって聞こえるかもしれないけれど違います。厳しい寒さと書いての玄関です皆さんやばいイベント始まるぞっていうのが伝わってくるんですけれど説明しますね。北見玄関の焼肉祭りは今年で開催25回目。北見の寒さと美味しい北見の焼肉を多くの人に知ってもらおうと2000年にスタートしたお祭りです。すごいお祭りですね。寒さが最も厳しくなる2月の氷点下の屋外マイナス10度前後の気温の中で外に七輪を並べ大勢で焼肉を食べるという想像を超えた日本でもかなり珍しいイベントです。そもそもなぜ焼肉なのかというと北見市は12万人の人口に対して焼肉店が70軒もありこの焼肉店の比率の高さから焼肉の町と呼ばれさらには新鮮な肉が手に入りやすい環境であったこと
古くからホルモンを食べる習慣があり、北見市民のソウルフードとして焼肉が根付いていることから、この美味しい北見焼肉と厳しい冬の寒さをより多くの人に知ってもらうべく2000年にスタートしたのが北見玄関の焼肉祭りです。いやー、なんかさ、これ本当にさっきも始まる前に打ち合わせで話してたんですけれど、これさ、もう焼き上がった瞬間口に入れないとすぐにお肉がなくなっちゃうからね、スピード勝負ですよ。今を生きる、これはお祭りなんじゃないかな。すごいよね。でも聞いて、人がいっぱい七里を囲ってるせいで、あのお祭りの場所からなん湯気が湯気煙湯気がね立ち、熱気ですね、熱気が立ち込めてるのよ。雲できるんじゃないかって勢い。いや、すごいな北見市。ちょっと相当日本の中で今ホットかもしれないですね。いやー、でもいや、寒い場所で肉焼いて食うのはうまいって知ってるけれど、さすがに氷点下行ってるんだわ。いや、でもそんな関係ない。まあ、遠赤外線でね、きっと七輪のそばは高いですけれど、いやもうさ、すごい面白いイベントじゃないですか。そんな寒さの中で楽しむ焼肉、北見市民にはもちろん本気の焼肉好きが集まる一大焼肉イベントなんですよ。で今年もいよいよ来週開催なんですが、本当にこちら人気のイベントで、チケットはすでにソールドアウト。なんやねん、おい、なんで紹介したんや。だってすごいから紹介したんだよ。気になったという方はぜひ、ちょっと来年もね、この北見が誇る真冬の一大イベント、次回開催に参戦して、さらにどさこいの世界に近づいてみてください。ということで、以上今週のどさこいプレゼンツ週刊キュン通信でした。エアジー FM 北海道からお届けしているドサンコギャルは生ラメン恋ドサコイラジオ、今週の週替わりパーソナリティは秋のさゆり役花森ゆみりがお送りしてきました。あっという間じゃない、エンディングです。わー、いやー、今日はあの北見市のめちゃくちゃホットなお祭り、玄関焼肉祭りをご紹介し、いや楽しかったね。いや、あのさ、あのね、ほんと一回あの先生、あのグーグル先生とかで調べてみてほしいんですけれど、あの本当に人いっぱいいんのよ。大人気なんですよ。これはぜひチェックしてみてほしいですね、ファンの皆さんに。何をさせようとしてるんだ私は、ファンのみんなに。はい、さてそんなどさこいラジオ、いよいよこちらのイベントも開催迫ってまいりましたよ。2月11日日曜日開催、北海道が誇る冬の一大イベント、札幌雪まつりでのエアジードサコイラジオドサンコギャルは生ラメン恋トークショー&公開録音。もうすぐや。実施会場は第74回札幌雪まつり5丁目同心雪の広場にて。出演は四季翼役島崎信長さん、そして冬木南役さくらあやねさん、ぜひぜひこのスペシャルなトークショーを皆さん体験してください。詳しい開催時間などイベント詳細はエアジーのホームページにあるホットニュースからチェックしてみてください。そしてテレビアニメ放送はテレ東、テレビ北海道、 BS テレ東にて毎週月曜深夜24時30分から放送中です。さらにオンエア後の毎週月曜深夜25時から DMMTV、 D アニメストアにて先行配信をしております。ぜひぜひ一度と言わず二度、いえ三度、どさこいの世界を楽しんでください。そしてどさこいラジオはラジオオンエア終了後ラジコタイムフリーで1週間、毎週日曜21時に DMM ピクチャーズ公式 YouTube チャンネルにて再編集版をアーカイブ配信予定です。聞き逃してしまった方はぜひラジコまたは YouTube からお聞きください。さて来週はどのキャストが登場するのか。ドサンコギャルは生ラメン恋ドサコイラジオ、今週の週替わりパーソナリティは秋のさゆり役花森ゆみりが担当させていただきました。したっけーねー。
て番組最後のミニコーナーはどさこいラジオパーソナリティに聞いてみんとです。週替わりで担当パーソナリティが変わっていくどさこいラジオ、番組ラストで次回パーソナリティへジャンル問わずランダムに質問を投げかけるショートコーナーです。気になる次週のパーソナリティ担当は大石正義さんと朝香ちゃんです。お二人じゃん。何にしようかなって悩んでるんですけれど、いや聞いてください、私真面目な質問を考えてきてたんですよ。いやほらやっぱりさ、北海道の紹介したいじゃないですか。もうね、はるか昔、私がまだゆみりちゃんとか言われてるそんな年齢の時に行った北海道で、小樽のガラス工房に行って吹きガラスの体験をさせてもらったんですよ。もうそれがすごい楽しくて、肺活量もないからさ全然膨らまなくて、もうイケメンな兄ちゃんに手伝ってもらってさ、どうにか完成したグラスを私はずっと使ってたの、ちっちゃい時。そう、楽しかったなって思って、お二人にもそんな北海道のキュンキュンする思い出とかないですかって聞こうと思ったんですけれど、まあそんなことは置いといて、まあ、あのお二人は結構北海道でのお仕事多いって聞いたんですよ。そう、結構もう行かれてるプロだって北海道のだからあのお二人にここだけの話、私にだけに教えてほしい、なんかこう二人の隠れた、実は私このお店実はおすすめなんだよ花森さんっていう、私にだけに教えてっていう、そんな場所をなんか二人に聞きたいなって思ってます。それがなかったら二人が今まで歌ってきた曲の中で北海道、私が思う一番北海道っぽい曲、俺の思う一番北海道っぽい曲はこれだっていう曲を教えてくださいめちゃくちゃ優しくないですか私ということで、また来週もお楽しみに。したっけー。